こんにちは。ジャイブ研究所所長のぶです。今日は、スラナムジャイブについてちょっとこうまた喋ろうかな。最近このね、ニコスさんっつうんだっけ、ニコさんだっけ、ニコスさん、こうすごいっすよね。このスラナムジャイブを見てちょっとね、ちょっと感動を受けて、最近こればっかりこれについて喋りたいし、やっぱりメンバーさんもね、これについてここどうなんですかっていう解説お願いしますっていうのが来たので、ちょっとそれを解説していこうかなと思います。本当に結構すごいですよね。まあ、身長は多分高いかもしれないけど、体重がそんなにあるわけじゃないね。あのヨーロッパのね、巨漢の選手結構多いですからね。スラルムはね、80キロ90キロ100キロ当たり前、100キロぐらい当たり前っていう感じのね、選手がやっぱり多い中で、身長あるんだけどちょっと細身かな。だから結構ね、やっぱりしなやかで、やっぱりこう何かが足りない分っていうのはやっぱりね、そういう人の方がよく考えるんですよ。私は背が小さいからどうすれば勝てるかって考えたりとかね、まあ、日本人なんか結構ね、考えれば考えるほど、もしかしたら何かのこう突発的にパンと飛び抜ける人が出てくるんじゃないかなって一瞬思ってるんだけど、まあ最初のこれ見て、これちょっと後半の今日はちょっと話なんだけども、これ見ただけでもね、また喋りたくなっちゃったかなみたいな感じなんだけどもね。これボトム見てください。スラロームジャイブでここまでボトムが見えるっていうのはなかなかないですよね。ウェーブだったら結構あるんだけど、これすごいでしょ。反対側のエッジとレールしか噛んでないぐらいのこう内径っぷりっていう感じですよね。ほぼ90度立ってるぐらい、この時点でね。で前傾は取ってるし、ブーム手の肘はキュッと曲がってるしね。これでもっと、これでもセール回数こう中盤から後半に近いんですよ、これ。だから最後までレールコントロールするんですよ。ほぼ大体こう一般の方っていうのは、ここで大体ボードフラットに戻しちゃうんですよ、もう。これ最後までコントロールね。だから結構みんなこう、ここでフッっていう、ここで最後バツ重した時にふわっとこう板が前に進むっていう感覚はね、多分ないと思うんですね。私はそれを掴んだ時に失速しなくなったんですよ。これレールを押し込んでて、それをふって抜いた時にスッとこう板がね、前に走ったっていう感覚がね、もう本当に昔あったんでね。そこからジャイブが変わりましたよね、ノーマルジャイブでも何でも。でその感覚、まあ話が今日そこじゃないので、ちょっとその話はまた後で、ちょっと心の場面だけでまた喋ろうかなってちょっと思いますけどもね。じゃあちょっといきます。今回ね、メンバーさんからね、こう来たのはね、スローいな、ここら辺か、ぐーっと来て、まあ、この辺も見るとすごいよね、ほら、エッジのかかってんのどこだけみたいな。でもそこだけで OK なんだ。これ なぜかというと、後ろ足でグッとしっかり押してるんですよ、このスラルムの場合は。こうもう浮力あるんでね、ウェーブとちょっと違うので、後ろ足が結構基準で押してる。でも軸っていうのは後ろ足と前足同じぐらいの感覚じゃありません、これ。これもしかしたらその辺もね、もしかしたらね、あの研究する対象かもしれない。ほら足がってことは、前足荷重っぽいんですよ、後ろ足が。だからこんだけ前傾できるんかもしれないですね。これだからね、もしかしたらね、こうそこをもしかしたら研究して、多分ね、メンバーさんの中でふっと思ったかもしれない。あれ、もしかしたら試してみっかなっていう人がいるかもしれない。ね、ちょっと大きめのスラルム系とか、もしあれだったら、まあ、ウェブ系はテールが遅いんでね、ここまでしなくてもいいかもしれないけど、ほら見てください、前足の後ろ足の位置が、これもしかしたらね、これ最大のヒントかもしれないな。またこれちょっとやろう。いろんな角度でちょっと見たいんですね、これ本当はね。だから前足荷重を、後ろ足を置く位置によって前足荷重、重心の位置がそこに来るわけだからね。あ、でもこれすごいな。きっとそうだよね、これね。後ろ足の位置が後ろのスラップじゃないっすよね、これね。ってことは、後ろ足でいくら荷重かけても前足荷重と同じ位置に重心が来てるってことですよ。だからこんだけジョイントの前のレールがガンガン入るんですよ。これ特徴的だね、もしかしたら。一般のスラロームっていうのはやっぱりね、この前の動画でも解説したけど、セールをね、ちょっと巻き込みながら、セールのドラフトポイントを後ろ足、ね、ストラップよりちょっと前に置いた後ろ足に合わせるんですよ。そこに合わせて回転するっていうこと。だから最初のきっかけは入りやすいんですよ、テール沈めやすいから。でも後半必ず失速するんですよね、みんなね、大体の人は。
体重移動はそこからいきなり体重移動できないからっていうことなんですよ。うん、でもこれ違うね。鼻からもうこうなんだ、レイダウンっていうその性能の使い方によってフォア冷気っていうことを想定して、スラロームでどうすればそれができるかっていう想定して、こうセールの出し方、うん、をここに出すにはどうするかっていう、こう逆から考えてますねこれね。うん、このフォア冷気のマストのドラフトの位置をここに持ってって、そうするためにはスラロームでどこに自分の体を置けばいいかっていうことを考えて、あ、そしたら後ろ足はここだみたいな、こう逆説で考えてって言ったような、私はそういう気がするけど、本人違うかもしれないけどもしかしたら天才でね、感覚的にできてたかもしれないけど、うん、でもこれ見るとそういう気しますよね。ほら、こんだけ後ろ足でしっかりとね押し込んでいるのにですよ、